佐藤銀山城遠景。佐藤銀山城の戦いは、秋武田氏の本拠であった、秋国佐藤軍の佐藤銀山城を、大内氏が攻めた合戦である。佐藤銀山城をめぐる、戦国時代に生じた、主な戦いは、大英四年の戦いと、天文十年の戦いがあり、後者の戦いで、秋武田氏は滅亡した。また、毛利氏は、両方の合戦に関与しているが、 大英四年の戦いでは、防衛側に、天文十年の戦いでは、攻撃側に参戦している。佐藤銀山城を本拠地とする、秋武田氏は、秋への進出を図る巣王国の戦国大名、大内氏に長年苦しめられており、第七代当主、武田元重は、大内氏への服属を余儀なくされていた。大内義之とその主力が上落している隙を突き、 独立と勢力拡大を画策した元茂は、出雲国の天子氏に近づくものの、永翔14年の有田中尉での戦いで、毛利元成に敗れたため、逆に、秋武田氏は弱体化する。元重の後を継いだ武田光つは、引き続き天子氏の力を借りて、立て直しに注力するが、これにより、秋を狙う大内と天子の争いも激化。大栄3年には、 大内氏が九州北部に出陣している間に、天子氏が進軍しており、大内方の拠点であった鏡山城を落としていた。鏡山城などを奪われた大内氏は、大英四年に反撃に転じ、天子根久が法棄国に出陣している間を狙って、5月下旬に2万5千の軍勢で秋に侵入。五福島に本陣を構えた。紅和と桜を上主。 友田京富士の率いる軍勢は、友田方の王の男女が籠もる門山城のご爪として、王の目だに出陣するが、王の男女が大打内方に内容して、城に火を放ったために、武田、友田軍は敗北する。大内軍の追撃で、武田軍は七十から八十人が討ち取られた。大内軍は、本人を門山城に移すと、吉沖の率いる本胆一万が桜王城を。 着し大内義隆を対象とする別動隊1万5000が、河和のこもる佐藤銀山城を攻めた。義隆はこの戦いが類人であり、大内氏の重心である、東寄附皿が加わっている。陰徳太兵器によると、大内軍が佐藤銀山城付近に婦陣していた頃、熊谷信直や香川吉景などの武田報告人衆1 0余りは、坂の上と呼ばれるところに陣を置いて、 大内軍の様子を見ていた。共暴は、国人衆が、おねずたいに城内に入るなら、国人らの領地を先に攻めればよく、そうしないとしても少数なのでかっこ撃破できると判断していたが、杉氏と門田氏は6月27日の早朝に手勢を、引いて、坂の上を勝手に襲撃しようとした。しかし、杉、門田勢1500期の朝掛けは、熊谷。 香川勢に見抜かれてしまい、伏兵により帰り討ちにされている。7月3日、城兵3千と共に牢城していた講和は、城外に出て、大内の大軍と戦った。武田軍は少数であったが奮戦し、日暮れまで勝敗は決しなかった。この戦いでは、海力で知られる講和自身が兵士たちと共に、最前線で戦って、武勇を誇ったとの伝説が残っている。 一方、元成からの休止により、大内軍の秋き攻めを知った常久は、放棄から出雲伊志軍、赤名まで引き返し、救援軍五戦を派遣。甘子方に属していた元成をはじめとする、秋国人衆を引き連れ、大内軍と対峙した。7月10日に、大内軍と、甘子軍の合戦が行われ、牛尾市、亀井市が率いていた甘子氏直属の軍勢が、先陣として戦うが、 吉高の上陣で士気の高い大内軍が第二陣まで打ち破って勝利した。この時元成は吉川、小早川、熊谷、香川、ミスの手勢と共に天子軍第三陣として控えていた。8月5日の夜、天子軍は悪天候をついて野襲を行った。この野襲は元成の提案により行われたもので、野襲部隊は元成に加えて熊谷信長、を香川光景。 ミスフサキヨなどの秋国人衆を中心に編成されていた。襲撃を受けた大内陣営は524名が撃たれたため、吉高の偉人に泥を塗らせないために、同月10日に大内軍は撤退した。秋武田氏は佐藤銀山城を守り切ったものの、友田氏の桜尾城は10月10日に大内方に降伏、大内軍の秋進行は一定の成果を上げた。また、 翌5年3月には、毛利氏が天腰より反して大内方に就いたため、秋をめぐる情勢は、大内氏が優勢となった。なお、協力元年にも、大内義雄、義高の軍勢が再び秋に出兵して、佐藤銀山城を包囲しているが、義雄の病により城を落とせずに帰国している。毛利元成の台頭と対照的に、秋武田氏の衰退は深刻化していた。 天文2年の横川表の戦いを経て、熊谷信直が武田方から離反し、天文9年6月2日に講和が病没する。若狭武田氏から養子に迎えた武田真実が、秋武田氏を引き継ぐ者の,の、大内氏との講和をめぐる、家臣団の対立を解消できなかった。ついに、品川佐京介が、香川光景の居城や儀城を攻撃するが、 毛利り方になっていた熊谷勢などの援軍を得た、香川軍に、品川軍は撃退されてしまう。この事態により、佐藤銀山城から退去する家臣が続出したため、真実は城を捨てて、出雲への逃亡を余儀なくされた。真実は、勢力を拡大する元成を攻略しようと、動き出していた、甘子千休に、秋武田氏復興の支援を要請した。千休はこれに応えて、 牛尾美幸清に兵二千を与え、真実と共に佐藤銀山城に入城させる。そして自らは三万の大軍を要して出陣し、九月には毛利氏の居城吉田軍山城近くに着陣する。天子軍にこうして動いた真実勢は、十一月に半若谷で国士元、相引きいる毛利軍と戦うが敗退する。吉田郡山城の攻略は父として進まないまま。 大内義隆から東高房率いる援軍が秋に到着。真実と幸い清は3000余りの軍勢で大内軍の動きを牽制するが、毛り大内軍の優勢を変えることはできなかった。明けて天文10年1月13日の戦いで決定的な敗北を被った甘子軍は出雲に退却する。甘子氏の敗走を聞いた真実と幸い清は その夜のうちに城から脱出し、大雪に紛れて、出雲へ逃亡した。孤立した佐藤銀山城には、武田氏の一族である武田信繁が残された。大内軍は吉田軍山城の戦いに乗じて、大内に反旗を翻した桜尾城を攻める一方、佐藤銀山城には元なりを差し向けた。信繁と残る家臣たちは、 主兵三百余で交戦するも、銀山城は五月に落城。信重は自害した。その後、この城は、大内氏のものとなり、大内方の常番が置かれることとなった。天文十一年に、秋武田氏の旧進で、親類でもある友の氏が、秋武田氏復興のために拒兵するが敗北している。天文二十年には、東高房が、大内義隆に対して、謀反を起こすと、 高草に強調した元成が、大内市常番の守る佐藤銀山城を攻略。さらに、天文23年の母芸引分けで、大内義長、東春方と決別した元成は、再び大内邦の拠点であった佐藤銀山城を落とし、以降は、毛利氏が佐藤銀山城を支配下に収めている。なお、講和の諸子であったために生き残った武田小三郎は、毛利氏に従い、 元なりの影武者として仕えた。佐藤銀山城に戻ることはなかったが、毛利氏の総違法に伴って、周防武田氏の祖となった。ありがとうございます。